はい、今日は最新入荷のセミアコのご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、モデル名はリユニオンです。でございます。まあ以前からねクルーズマニアックさんの方で作ってる、まあ、スタンダードなセミアコ、まあ、見ての通りはあるんですけれども、作り続けてるリユニオンなんですけども、まあ、今回、また、制作いたしましてですね、またこれ入荷、してきたわけですけれども、最新入荷でございますね、はい。まあ、ちょっと少しずつこうマイナーチェンジというかですね、しておりまして、まあ、前回からまず若干ボディのシェイプですね、カッターの部分のところの、まあ、シェイプをちょっとこう、変えてみたりとか、してたんですけれども、まあ、そこの部分でも音の方っていうか、アーチっていうか膨らむ感じですね、トップの部分の面積が違うということは、アーチの削り方若干変わってくるんで、そこでも音は変わるんですけど、まあ、ちょっとよりですね、音にこだわったという、スタイルで作ったのが今回のリユニオンでございます。新しいモデルと、はい、いわゆる今までブロックのポジションマークで作ったんですけども、まあ、ちょっとドットのポジションマークのものも、あるといいなという声も、あったものですから、じゃあ今回ちょっとドットも作りましょうというところで、ドットポジションマークのものも上がってきております。でも、まあ、ここのポジションマークだけ変えてもちょっと面白くないのでですね、まあ、ドットポジションとなってくると、まあ、ご本家様の、まあ、初期型ですね、59年とか60年とかその辺のものになるので、ペグの方も今まではですねグローバーの10に使ってたんですが、今回はキーストーン、はい、GSS スタンダード、はい、ブラス軸ですね、ポストになってる、いわゆるちょっとヴィンテージスタイルにこう近いものというか、そういうトーンの出る、ペグの方に、仕様変更こちらはしてあります、はい。まあ、それによってちょっとブライトな方というかですね、ペグの出力、重さですね、出力変わりますから、それでだいぶ音のなんていうんですかね、すっきり感というか抜け感がだいぶ違ってくると思います、うん。少しシャープな方にブライトネスな感じの方に、推移していくと、いう感じになるので、まあ、軽やかさがちょっと足される部分もあるんですけれども、まあ、弾いた感じのレスポンスの速さとかですね、そういうのにだいぶ影響してくる、部分なので、音の違いという部分に関してはだいぶもうこれだけでも変わる、いやかなり違いますよね、かなり違いますね、はい、はい、テグだけでここまで違うかっていうぐらいやっぱりサスの聞き方とかかなり変わってくると思うので、はい、うん、そうなりますね。まあ、これが従来のリユニオンのスタイルですね、ブロックポジションとグローバーの10のペグがついている、モデルでございます。もともとが64年の、まあ、ES335 と、まあ、クラプトンとかもですね使ってたちょっとスリムになった、時期のネックがスリムになった時期の、335タイプということで、まあ、ペグもグローバーに交換してっていうところから始まってる、リユニオンなんですけれども、まあ、今回はこっちのドットポジションと一緒に合わせて作ったんですが、まあ、これ従来通り作ってますね、音にこだわりがあってもともとこういう風にして作ってはいるんですけれども、さらにちょっとこだわりを見せてですね、どうせ2種類作るんであればというところで中のアッセンブリーを、今回はですねいわゆるファクトリーの方に、お願いしないで、こちらで全部配線の方ですね、このボリュームとかこのトーンポットですね、このスイッチ、ここの一部ですね、ここの部分、こっちで中を組んで、ります。ドットとブロックのモデルでサウンドキャラクターが異なる仕様に仕上がっていると、はい、基本的なワイヤリングは、変えてないんですけれども、まあ、元々のドットポジションというところからちょっと、まあ、逆算していって、まあ、60年、の、まあ、ワイヤリングのスタイルにしてですね、どちらも同じワイヤリングなんですが、まあ、せっかくですから、パーツが変わって音も変わるというところなので、中のコンデンサーをですね、こちらのモデル、変えてあります。で、音の感じはもともとのパーツでさっきも、お話ししましたけど、ちょっとシャープな方向枯れた感じ、ブライトネスと、まあ、ちょっと、すっきりした感じっていうのも含めながら、
まあ、せっかくドットポジションなんでやっぱり太い部分っていうのがあのミッドのちょっと濃い部分っていうかですね、そこの部分が必要なので、まあ、そういうような音が出るようなコンデンサーをチョイスしてますね。古いものを使ってます。あのハーメチックで、の、ウエストキャップですか、を使っております。でこっちの、ブロックポジションの方はですね、もともとがペグが、グローバーなので、あの少し重心が下がった音がするので、あの残した音なんかあのサスティーンも全然やっぱり、違いますのでね、うん、あのミッドがもともとちょっと濃い感じで、出ますので、そこにあの多少のこうシャープさというかですね、もうちょっと加えたいなと思いまして、こちらも、まあ、ハーメチックはハーメチックなんですけど、ホップキンスというところの、まあ、古いものを、使っております。まあ、それで絞った時の音も含めて全体の音像だいぶ変わってるんじゃないかなと思いますね。うん、一生懸命あの店内でですね、はい、坂本先輩が地道に、はい、ポットにワイヤリングすると、そうですね、サーキット作っていくと、こういうジグを手作業で作りまして、まあ、これはあったんでこれを、まあ、こういう形で板にですねもう一個作ってです、ね、こんな感じでちょっと分かりづらいんですけど、あのこうやってポットくっつけてですね、配線をこうぐるぐる回していくんですね。で、まあ、その線もですね、こういう、まあ、シールド線ですね、こういう網のシールド線ですね、あのよく使われているあのピックアップの足とかにも使われてますけど、こういうのをちょっとチョイスしたものですね。これはさすがに古いものだとですね、なかなか手配できないというか、もうほとんど出てこないものですから、今のもので、非常に質の高いものですねをちょっとチョイスさせてもらって、こういうものを使ったり、しております。はい、でキャラクターの違いはね、この後沢本先輩に弾いていただいて、おサウンドサンプル撮りますので、ちょっとブルースいいよね的になっちゃうまあでもそこで聞いていただくとね、あの明らかに多分音が違うの、あの動画で撮ってもお分かりいただけるかと思いますので、はい、そうですね、ぜひその辺も参考にしていただければなと思います。はい、もうあとは手に取って弾いてもらうと一番分かるかと思いますのでね、うん、なかなかですね、ボリュームとかトーンを結構頻繁にいじったり、うん、ピックアップ、まあ、セレクターで結構変えて、弾かれる方ですとですね、だいぶキャラが違うのがですね、さらに分かるのではないかと思いますので、そんな、弾き方を、してもらえるとよろしいかなと思いますね。あとあのカラーも今回、はい、なんかチェリーばっかり並んでるんじゃないかと。これ画像だと結構ね、みんな赤いねみたいな感じになっちゃうと思うんですけど分かりづらいかと思いますけど、はい、一本はもともとのチェリーですね、明るめのチェリー、一番端の従来 の、はい、チェリーなんですけども、今回ダークチェリーですね、ちょっと濃いめの、この真ん中の2本はダークチェリーカラーになってますよと、はい、で久しぶりに普通 のヴィンテージサンバーストではなくて、うん、アイスティーバーストですね、まあ、一時期の、まあ、そうですね、なんていうか、カールトンとかですね、あの辺の、ファンの方のおなじみの色だとは思うんですけど、久しぶりですよね、はい、やっぱりでも綺麗なカラーだなと思って上がってきて、はい、綺麗ですね、まあ、濃いやつは本当に昔のスタイルなんですけど、ちょっと60年代、入るとですね、こういうサンバースト、退色して、ちょっと茶色みが薄くなってるのがあって、これはこれで非常に、いいカラーなものですから、うん、このカラーだけでもちょっとヒットする人がいるんじゃないんでしょうかね。はい、今回ドットのポジションマークになっているものはモデル名がリユニオン2と、そうですね、新しいモデル名になって、はい、あとブロックの方が10リユニオン、はい、でカラーも2色ずつご用意してますので、はい、ドットの方がチェリーとダークチェリー、ブロックの方がダークチェリーとアイスティーバーストとご用意しております。はいはい、もう色も含めて、サウンドチェックしていただいて選んでいただければ思います。ぜひ店頭に遊びに来ていただきたいと思います、ね。はい、こんな時期ではございますけれども、皆さん気をつけてお越しください。お待ちしております。お待ちしております。We'll be right back.
We'll be right back.